皆さんおはようございます。あなたのくるくるくるが今日もマリオメーカーやっていきます。賑やかで初心者も思わず笑顔になれる90秒ロングスピードラン、ホープ丸間さん、こちらのコースを遊んでいきたいと思います。クリア率 5.76% の、ベストクリアタイムが69秒。90秒スピードランって書いてあるけど69秒でクリアしている方がいらっしゃるんですね。今回は注目の難しいから選んでおります。さて、目指すは一発クリア。今のところね、ナビキックするところのブロックの色が変わってるし、本当にかなり優しい感じになってる。ベキャスで失敗しちゃってるけど、まあ多分大丈夫でしょうね。誰でも楽しめるっていうからにはね、そのぐらい大丈夫だよね。からの、おー、面白い。今度は下かな。ここはしゃがむ。はい、お邪魔します。右ダッシュだと信じるけど、コンペアか。あそこの土管のやつ、いつも引っかかっちゃうんですよね。ゲーイ。ヒップドロップもしてないけど、大丈夫だと信じる。はい。あ、これは叩く。あれ？くそー、ブラックパックに潰された。はい、さっきはこの先の上のハテナブロックで叩き損ねて、キラーの砲台に潰されてやられちゃいました。今回はちゃんと叩いてたんで大丈夫。ハナちゃん避けたら次ファイヤー。オッケー。はー。はー。結構苦手なんですが、走りながらファイヤーのボール出すやつ。少々。あ、もしかしてこのメットは、あれか？投げるやつか？投げるやつだね。ダメだったかな？ほい。畜生めー。次、メットを投げる。メットは投げる。ほい。で、はい、ここを気をつける、ここを気をつける。ベッドを投げて自分は上だと思う、多分これでいいはず。どう？いいんだよね。お邪魔します。残り31秒。今度はジグザグにどんどん違う敵が出てくるところを登っていく。今度スピン。一個叩き損ねてた。クールクールクール。で、最後下ランかな。これでゴールだ。やったー、イエーイ。マリオナンバーワン。いやー、ちょっとね、ブロックを叩き損ねるとか初歩的なミスを何回かやっちゃったけど、無事にクリアすることはできました。賑やかで初心者も思わず笑顔になれる90秒ロングスピードラン、丸間さん。ベストクリアタイムより5秒遅い。まあしょうがない。次のコース遊んでいきましょう。ありがとうございました。はい、それではお次はこちらのコース遊んでみましょう。イカと鬼ごっこ、スキッドガールさん。クリア率 5.24% で、ベストクリアタイム38秒ですね。なんだろう、スプラトゥーンのアミーボでも使ってゲッソーから逃げるコースかな。久しぶりの海ステージなんですけど、結構こういうの苦手なんですよね。チョロップが、ゲッソーを背負ってる。はい、あ、でも結構逃げ切れてる？いいんじゃない？ねえ、うまいこと結構引き離せてるような気がする。もうここまで来たら落ち着いていって、落ち着いていくのは難しいんだって、畜生め。
カは引き離してるんで、当たらなければ大丈夫。お、こっから3マス先だ。3マス先は優しいけど、あの下は取れないよねって、畜生めー。こんなところでやられるか。こういうイライラ棒的なステージを動画でやるのは私初めてでしたっけ。もし、くるくるくるマニアの方がいて、覚えてる方がいらっしゃったら、ぜひ、前にもやってたよっていうのがあったら、教えていただきたいですね。多分初めてだと思うんだけど、自分よりも詳しいマニアの人がいたら嬉しいけど。よし来た、よし来た。あとはゴールに入るだけ。オッケー、変なミスしないようにもう普通にゴールするよ。ゲストはもう途中で振り切っちゃったら全然ついてきませんでしたね。よかった。下がコンビアになってるんでね。途中から加速してくるんだろうけど、それまでに完全に振り切っちゃってました。イカと鬼ごっこスキッドガールさん、ありがとうございます。次のコースを遊んでいくれ。はい、それでは次はこちらのコースです。地獄の波、ウェーブ、鬼畜こけしさん。41秒591位、クリア率は 3.24%、こちらのコース遊んでみたいと思います。ウェーブ。さてさてさて、何か？この足場に乗っていくんだね。それは間違いないと思うけど、いきなりこれ乗るところが確かに難し、きついぞ、これは。まずは、後方で待機。いやー、これ無理。マジで無理。これでいい？これで、よいしょ。いやー、こんなのね、何回も避けらんない。最初の1回でかなりきりついよ、ほら。あー、やった、中間。よかったー、結構すぐに中間終わるんだ。いやー、あー、当たる当たる、怖い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 。よいしょ。なんで今度こんな変なキラーじゃなくてバーブルとかも出てくるの？ただでさえ厳しいのに、ほらー。嘘でしょー。今中間取った後の大きい状態でも簡単にやられちゃったんですけど、今度はキノコもなしで今のを抜けていけと。無理でしょう。まず1回目バーブルとかやめて、ほんと。このウェーブはきついわ。うん、この厳しさはモフさんにも相当するかなとも思ったけど、まあモフさんとはちょっと違う厳しさなのかな。あー、そう。さてさて、あ、危ない、このバーブル本当に怖い。これでどう、これで早め、あー、遅そよし、早めに逃げる、早めに逃げる。やった、ゴール、よかった。今の波をね、あと2回3回避けろって言われたら無理だよ。本気でこれ難しいわ。単純にして相当難しいギミックでした。地獄の波、ザ・ウェーブ、あ、ザ・ウェーブじゃないや、ウェーブ、鬼畜こけしさんでした。ありがとうございました。
はい、今日のラストはこちらのコースでお別れいたしましょう。浅川さんの手抜き全自動オート、クリア率が66、なまった、66.66% ですね。いや、なんとなくね、このクリア率が気に入らなかったんで、このクリア率を変えてやろうということでやっていきますよ。落ちて、下を取ってゴール。いや、別に実況することが何にもなかった。どう実況すればいいんだよ。まあ、参った。すいません。もっとレベルアップしていろいろ喋れるように努力いたします。手抜き全自動、オート浅川哲人さんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。よろしければチャンネル登録皆さんぜひよろしくお願いいたします。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール。バイバーイ。